はい、どうも皆さんこんにちは、こんがりです。というわけでですね、本日もバッタルブレイクアウトやっていこうと思います。はい、ということでですね、本日はね、昨日実装された新イベント水かけパーティーについて、解説していこうと思います。はい、ということで、この水かけパーティーというイベントなんですけど、まあ基本的にはね、フレンドに、アイテムを送るっていうイベントになっていまして、まあぼっち勢の方は、まあ大号泣で、まあリア充たちは大歓喜ってことでね、夏が来た、フレンドと一緒に冷たい水を見つけて暑さに打ち勝ち、フレンドにお祝いメッセージを送ろう、黙らっしゃい、俺にはフレンドなんていねえ。今ね、所持中の給水タンクが3ってなってるんですけど、これをですね、あのフレンドにぶっかけるっていうね、ちょっとエロいイベントになっております。なんか学生時代にさ、いきなりね、ゲリラ豪雨が降ってきて、でなんかみんな傘用意してなくて、なんか女子のさ、あの白シャツがなんか透けて、なんか下着がってことで、いやちょっとね、女性にこれ水かけんのはね、本当に皆さん気をつけてください。はい、ちょっとエロすぎる。さすがにこれ18禁イベントの可能性があるんで、とりあえずターゲットロックオン、そして水かけ成功しました。はい、犯罪です。で、こうすることによって何がもらえるかっていうと、なんとですね、パーティートークンとポイントがもらえるんですよね。これ300ポイントもらえるわけですよ。で、このポイントをですね、パーティーストアとかで、交換できるっていう寸法さ。限定ストアでは、このね、チャームとか、あとはこのね、限定汎用キーだとか、でさらには安全コンテナの 2×2 マスも、無料でゲットすることができるということで、僕はね、あの安全コンテナ6マス最近もらえてないので、この 2×2 のね、安全コンテナが欲しいなってわけで、ちょっとね、水かけしていきましょうか。さらにね、選択していきましょう。これ同じ人選択できんの？マジで？マジで？おっと、でさ、これあれポイントか、あれか、公園とかこれランダムでもらえるんだ。あ、そういうことね。わかりました。これまずいかもしんない。全部ピーヨンかもしれん。もしかすると。はい。ってことで、まあ、こんな感じで、水かけ終わりましたよと。で、そうすると、ポイントがね、900ポイントありますので、これね、500ポイントで換金できると。はい、素晴らしい。神か、これ。このイベント。で、サプライストアもあるので、まあ、こんな感じでね、皆さん、あの、限定ストアで、買って、で、まあ、余ったやつはサプライストアで買うみたいな感じじゃないでしょうか。これ多分なんだけど、水かけ残り5分の2って書いてあるので、あと2回しかね、できないんですよ。だから、まあ、皆さんね、ぜひ、まあ、同じ方にね、送ってあげてもいいし、まあ、あの、別の方にね、それぞれ、あの、送ってあげて、まあ、フレンドとね、仲を深めるのがいいんじゃないかなって思います。はい。ってことで、今回ね、このタンクをね、どうやって入手するかについてなんですけど、これね、パーティータスクっていうのがあってさ、まあ、これをですね、まずクリアすると3つもらえると。で、じゃあ残りの2つはどうすればいいんだいってね、思った方、そうなんですよ。どうすればいいんでしょうか？あ、書いてありました。イベント詳細。渓谷でプラスチックの、給水タンクを探しましょうと。給水タンクを手に入れると、イベント画面に移動して、味方にそれを使うことができます。はい、まあ、さっき使いましたね。で、給水タンクを使うたびに、パーティートークン300と、商品プールからの、ランダムな報酬が手に入ります。誰かがあなたに給水タンクを使うたびに、商品プールからランダムな報酬が手に入ります。ってことでね。これ、フレンドじゃなくてもね、多分ね、あの、知らない人にも水かけることできるんですよ。だから、まあ、皆さんね、フレンドがいない方は、ぜひね、こんがりと検索して、まあ、僕にですね、水かけてください。びしゃびしゃにしてほしいです。ってことで、まあ、あの、探しに行きましょうか、渓谷に。本日使っていく武器なんですけど、こっちね、AR57。ってことでね、シーズン4で、まあ、弱体化が入ってしまった武器のうちの一つになります。基本ステータス、垂直90の水平89、89。で、エルゴノミが48で、精度が39、39! で、腰打ち射撃が、71の有効射程が80と、で、追加ステータスサイレン中。ってことで、895だっけ？あ、違うわ。850rpm に、なんかね、下がってしまってたので、rpm が。はい。まあ、若干の弱体化なんですけど、まあ、そこまで変わってないんじゃないかなっていうふうに思うのでね、この AR57 使って、まあ、渓谷にね、タンクを探して、びしゃびしゃにしてやりましょう。
はい、ということでですね、早速射撃場にやってきたんですが、まずはね、ノンリコイルバージョンで撃っていきまーす。あー、なるほどね。確かに、レート下がってるわ、これ。僕レベルになるとこれわかるわ。うん、全くわからん。マジでさ、全然大丈夫だと思うよ。はい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 。やっぱり AR57 なんですよね、結局ね。ほらほらほら。全然余裕じゃん。ああ、余裕。これさ、今4層貫通弾詰めてるんだけれども、まあ、全然使えますね、これ。はい。まあ、5層相手にも、まあ、このキル速ですから、何も変わってない、多分。まあ、50rpm でね、なんか、そんな変わった気はしないですね、やっぱり。まあ、全然 AR57 の時代健在ってことで、まあ、今回はね、そんな感じで、まあ、AR57 使いつつ、まあ、給水タンクをね、探す旅、始めましょうか。あ、やっべ、最悪。最悪なんだけど、間違えた。さっきさ、ヌンチャクの動画撮ってたからさ、僕あの、ソロモードでね、プレイしてたんですよ。わ、最悪だわ。オートマッチ入れんの忘れちゃった。最悪なんだけど、なんか秒速0センチメートルでマッチング仕上がりました。いつもね、30秒とかかかるのにさ、なんかこういう時だけね、なんかすぐ出発させるんですよ。運営さんは。本当にね、やめてくれます？もうマジで。いや、ちょっとさ、キャンセルしたかったんだけどな、このマッチ。うわ、ソロかよ。まあ、久しぶりのソロってことで、まあ、気合い入れてやっていきましょうか。まあ、シーズン4にね、なったばかりなので、まあ、気合はね、まあ、めちゃめちゃあるんですよね。はい。まあ、やっていきましょう。とりあえずさ、まあ、給水タンクを探しに行かなければならないのですが、どうしよっかな。ここで湧きましたか。ここはどこ？こっちで湧いてる人とかいる？わからねえな。とりあえずどこにさ、給水タンクあるんだ。なんか、前線拠点とかにあるのか。あ、ここか。かつての水の貯蔵場所、給水タンクが偶然見つかることがあるとか書いてるね。あ、なるほどね。どうしよう。とりあえずじゃあ前線拠点行くか。うわ、遠いな。マジでちょっと遠いじゃないですか。いやー、ちょっとま、敵に会うかもしれないので、まあ、道中敵に会ったらね、まあ、しばくみたいな感じで、まあ、いいんじゃないかな。まあ、一回外周ムーブで行くか。とりあえず、鎮痛剤をパクついておきます。さあ、始まりました。シーズン4。まあ、昨日から始まってたんですが、まあ、実質ですね、まあ、今日からがま、スタートかなと。昨日はね、もうちょっと夜遅かったからさ、すぐ寝たんですよね。もうちょっと、アップデートがね、7時に終わったので、遅すぎるんですよ。もうちょっとさ、やっぱ早めに終わってくれないともう動画なんて撮れませんからね。はい、ってことで、まあ、今日からが、まあ、本当の意味でのね、シーズン4の始まり、まあ、終わりの始まり、始まりの終わりってことで、終わるわけです。このメンタルブレイクアウトは、まあ、シーズン5をね、無事に迎えることはできるんでしょうか。まあ、今からそんな心配してても、まあ、しょうがないので、まあ、とりあえず、まあ、楽しく遊んでいければなと思うんですけど、まあ、実況者っていうのはね、本当にま、残酷ですからね。急にさ、数字が取れなくなりだしたら、みんなね、メンタルブレイクアウトやめるんで、マジでさ、運営さん、本当にさ、最後まで残るやつってのは、大事にした方がいいぞ。僕は絶対残るからさ、頼むから、僕にさ、ヌンチャクのさ、永久スキンくれ。本当にくれ。マジでくれ。どんだけ欲しいんだよ。必死すぎて草。まあ、とりあえず、そんなことはさておき、まあ、いつものことなんでね、運営さんに永久スキンくれくれ言うてもま、くれないのが、まあ、メンタルブレイクアウト運営なんで、そこだけはブレてないんですよ。もう、開幕当初から、ね。シーズン1の時点で、そこだけはね、ブレませんので、運営さんはですね、僕たち公式クリエイターについても、養分にしたいと考えているらしい。まあ、僕たちがね、まあ、課金をして、まあ、ガチャを聞けば、まあ、その分ね、運営さんの収益になるので、運営さんは、まあ、そこの辺もね、まあ、がめついわけですよ。がめつく生きているんで。で、あいつをまずは、しばいていきたいと思ってたけど、なんか精度がやばい。精度まずいぞ、これ。あ、まずい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 。これ、精度39、3級でないね、これ。ノー1000級ですね、これ。まずい。まあいいや。とりあえず僕はね、給水タンク以外には興味がありませんので、まずは675メーター先にですね、まあ進んでいかなければならない。ただ、タスクもね、こなしつつでやりたいので、ちょっとさ、渓谷の村にさ、途中寄り道したいんだよな。なんかあいつらもいるわ。よくわかんない群れもいらっしゃる。さあ、そして、なんか追加されたじゃないですか。なんかこのね、ハラペーニョコートだっけ。なんかよくわからないところ、ノルテーニョコートでした。うん、全く違ったわ。まあ、とりあえず、ノルテーニョコートにはね、なんか多分敵が来ると思うんですけど、どうなんでしょうか。
全く銃声鳴らないんですが、なぜ？よくわかりません。すいません。なんか敵の気配が全くしないんだけど。来た、ついに来たか。はい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 、なんかいるぞ。ちょっと芝こっか。じゃあそいつ銃声ようやく鳴り出したね。あ、待って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 、いかつあっぷな。ちょ、大丈夫かよ。ちょ、待って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 、あいつ誰？あいつスカブか。やつが反応してたってことはどういうこと？あいつ何？しばかれてんな。誰だあれ？なんかよくわかんないけど、撃ってますね。スカブちゃんが。怖い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 。どこに敵いんの？あ、待って、わかんねえな。あれ？消えた。ははは。は、なんか撃ってるわ。あいつ何？やつは何でしょうか？あいつワンチャン人か？違うよね。あれ違うわ。誰に対して撃ってるの？そっちにいるのか。なんかいる臭いな。よくわかんないけど、なんかいるな、後ろにも。ちょっと怖いですね。やっぱりノルテーニョコートにいますか。で、あそこもスカちゃんでしょ？どこだ敵？はははは？なんで撃ってんの？何を撃ってんのそれ？ちょっとわからん、マジで。スカちゃんが反応してんだよな。そっちのスカちゃんが。あっちか。ちょっとわかんねえや。まあ、とりあえずちょっとこっち側進みましょうか。怖い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 。じゃ、マジでソロ怖いわ、久しぶりのソロが。どこにいるの敵。あいつかな。あいつなんだ。あいつ、ちょっと人か。ちょ、待って待って待って。あと人近くね。あとワンちゃん人じゃないか。よくわかんないけど、なんか人臭かった。で、奴らはスカブでしょ。これ絶対人だよな。え、これ風作なんだけど。なんで？なんでそんなにしょっぱいの？よくわかんねえ、マジで。なんかいるわ。スカちゃん撃たれてるわ。はい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 。あ、いたわ、いたいた。はい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 。はい、しばきました。あ、待って待って待って。まず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 で。お前誰？あっぷね。え、お前もさ、人か？お前も人じゃん。よくわかんないけど、しばいてよく。これ誰？ボットか？弱すぎない？まあいいや。なんか2枚しばけた。あ、あ、あ、あ。やっぱり普通に人だ。MP5! ゲット。ってことで、え、なんか知んないけど、しばきました。普通にいたんかい？こんは。ちょ、マジかよ。しかも、ザムザム弾。犯罪です。犯罪者確保。とりあえず、犯罪者はおねんねしてなと。いや、しょっぱいな、それにしても。ちょ、とりあえずさ、あ、そっちでなんかなってんな。なにそれ。あ、それはノルテーニョコートか。いや、こんは。まあ、ちょっと、一旦ですね。車線切りたいので、ここで伏せておく。あ、まずいまずい、撃たれた。やばい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 、あっぶねあっぶねあっぶね。ちょ、ノルテーニョコートから絶対撃たれてるわ。あー、ダメだ、あっちは。あっち一旦なしからのほぼフルなんで。ちょっとまあ車線回避しつつ、こっち回っていきましょうか。もう一枚俺縛いてるからね。あいつの物資取りたいなって感じなんですけど。まあ無視でいいか。もう一枚縛いてるしね。で、なんか死んだけど左からもさ、なんか銃声なってきやがった。怖い。なんかこっち側から足音聞こえた気がするんですよね。気のせいでしょうか。いいえ、絶対気のせいではない。とりあえずここでしっかりとマガジンフルにしてあげて、で、さらに、ほぼフルにもぶち込んでいく。これで、まあ、フルフルになったんで、モンスターハンターセカンド G を思い出していきましょうか。いや、あのゲームさ、チートアイルーがね、もうはびこったせいでなんかつまんなくなったな、途中から。こっちなんか人いそうなんだけど、気のせい。さあ、僕がしばいたやつ、こっちにいましたよね、一枚。ちょ、やめてほしいな、マジで。やめてくれ、本当に。頼むから。ちょ、君の物資いただくよ。あ、モシンか。いやー、近代化模型か。いや、いらないか、これ。1万5千。いいや。これ、いらないっすね。なんか知んないけど、来た。怖い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 。これ何？これ何？お前誰？ちょ、マジで怖いって。来るなら来い。しばくぞ、マジで。ちょっと待って、これさ、敵いるな。はいはいはい。はい、嘘、キルカメラ見るわ。やったろって。勝った嘘じゃん嘘じゃんやった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 いや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 、これ俺絶対やったけどな。俺食らってないし別にボム。ちょ待てよ。ちょ待てよ。はいはい、先打ちゲーミング。ああ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 。キルカメラはここで終わりです。黙らっしゃい。黙らっしゃい、ほんとに。なんだよその一文、いらねえよそんな。ちょ、マジかよ。うわぁ、M62 弾調整2機だ、これ、絶対に。うっざちょっともう嫌なんですけど、ほんとに。あ、違うわ。
ああ、ああ、ああ。ああ、ああ、ああ。もうさ、もうつまんないよ。もう、なんだよ、このさ、まぐれ顔面ヒット。もう絶対そうじゃん。はっはっは。はぁ？ええー、嘘でしょ？嘘でしょ？ 3 発当ててんのに。ええー、嘘じゃん、そんなの。え、胴体3発、しかも腕に1発。おーい。え、3発で沈まないのか、4層って。ごく稀に貫通しない時もありますとか言って、ふざけんなよ。ふざけるなよ。貫通しろよ。もう、最悪だわ。なえた。引退します。バイ。